こんにちは、エイドです、今日はですね、ちょっといつもと雰囲気違いますよね。ここは筑後の森なんですけども、いつもですね、ここはもともとある筑後の森5面あって、向こうに新しく3面途中でできたんですけども、いつも新しい方の筑後の森の方で撮影してるので、全くこう違うんだな、雰囲気違うんだなみたいな。まあ隣同士なんですぐ近くなんですけども、今日はね、ここのコートで、レッスンなので、初めての、初めてじゃないか、僕が先月筑後の森の、シングルスを楽しむ会の時で戦った場所はここです。はい、ここで戦ったことは多かったですねって感じで、今日はこちらで呼んでいきます。たくさんの誕生日おめでとうメールだったりコメントだったり、いただき、ありがとうございます。これからも頑張りますので、よろしくします。あとは毎日 X 割と更新します。3投稿以上ぐらいは毎日してるんじゃないかなと思うんですけども、ぜひね、 X まだしてないよっていう方、もしかしてるけど、まだ見てないよっていう方は、遊びに来ていただければと思います。でそんな感じで、コメント見していきます。50代運動苦手な女性にもできる楽で美しいテニスっていう、動画のコメントで、テニスベルデさんからコメントをいただきました。とても綺麗なフォームですね。いつもナインジさんのレッスン風景を見るたびに、オーバーサイズのラケットを使っている自分がなんだか恥ずかしくなりますってことで全然いいと思いますよ。またミッドサイズ使おうかな。ちなみにプリンスグラファイトの90スノーアート ATP ツアーというラケットの、85を持っていますということで、スノーアート ATP ツアーっていうのはちょっと分かんないんですけども、85だったら全然良さそうですね。まあぜひね、小さいラケットがやっぱね、コントロールしやすい、打ちやすいだけど、レッスンだとこのオーバーサイズ 230g がもう最高すぎてね、試合で使おうと思わないんだけど、レッスンだと最高だなと思って、手放せずにいます。はい、麻薬みたいな感じですね。まあでも小さいラケットの方がうまくはなると思うので、ぜひ使っていただければと思います。まあナインチさんのね、フォームの感じは、ちょっと前腕をあえて完全に使わないようにさせて、肩のみで打たせるようにしてるんですけども、一応ナインチさん前腕もできるので、できるんだけど、ちょっとね、良くない癖があるので、ちょっとそれを防ぐために今ちょっと上腕打ちを改めて、練習していると思っていただければと思います。じゃあですね、ストロークはできるけどリターンが安定しない、コツはないっていう動画のコメントで、 MRE さんから、出遅れましたが、お誕生日おめでとうございますということでコメントいただきました。ありがとうございます。もうついに36になりました。36って言いつつも、僕のなんすかね、中身は小6の時とあんま変わらない気がするんですけども、はい、いつの間にか36って感じで、これからも頑張っていきます。ありがとうございます。じゃあですね、フォアハンドいいか悪いかは比較しないとわからないっていう動画のコメントで、 SGRHMD5003 さんからコメントをいただきました。教えてください。自分のスイングは先生の5年前の動きに近いです。もともとのこのこれですよ、こうやって打ったやつ。それでも神奈川で高校ベスト64まで行きました。中学軟式2年、公立高校で硬式2年、ダブルエンド、ストレートのメリットデメリットは分かるのですが、フェデラーやジョコビッチを見ているとフェデラーやジョコビッチを見ているとダブルベンドの方が安定して勝てるのではないかと思ってしまいますし、フェデラー選手はストレートアームで、ジョコビッチや選手はダブルベンドですけども、実際先生も5年前のスタイルでそれなりの成績を残されたことを考えると、5年前の打ち方も一概に否定できないのではないでしょうか。いや、明確に否定できます。はい、後で言います。今のスタイルを得得するのに5年近く、要したと、推察しますが、それは大学4年間さえ超えてしまう年月です。確かに5年前の打ち方を見たとき、テイクバックで完全に面が開いている点など改良の余地ありと思いますが、本質的な話をすれば単に、従来の社会人にとっては
薄グリでストレーターも推奨というメッセージを見えます。いずれにせよ怪我には注意。ダブルベンドでの、打法について、あるいはストレートアームでの打法との両方を我々にご教授いただくことはできないでしょうかということで、ダブルベンドはもうしないですね。あのダブルベンドはダメってわけじゃないですけども、あの情報が散らばっちゃうっていうのはあるんであれですけども、まあ、まずですね、すいません、5年前の、まあ、5年以上前かな、今で言うと、この、まあ、5年前ぐらいだったら この打ち方で、あの成績を残したとは言いつつもですね、あの僕はですね、イップスって言って、あのもうバグっちゃったんですよね。あのもう打ち方が分かんない、どうやったらボールが打てるか分かんないってなって、あの10年間まともに寝れなかったっていうのは試合前日ですね。試合の前の日に明日試合だなと思ってこう寝るじゃないですか。寝るというか目つぶりますよね。で目つぶった時に、あ明日もなんかこういう失敗しそうだなとか、もう入るイメージが湧かないんですよ。ボールが多分失敗しそうで、まあ実際に試合当日、まあいろんなこうマインド的なこう本だったり、まあ動画だったり見たりして、よしじゃあ今日は行けるぞって言って行くけど、実際行ったらもうぐちゃぐちゃになるっていう。でそれが10年間ぐらい続いて、そこから打ち方を変えて今の、まあ、スタイルになって、それは全く投げるじゃない。前の日に、まあ、ぐっすり眠れるようになったのと、まあ、試合の時にね、 もちろんその、まあ、うまくいかないというか、その相手が強くて自分がうまくプレーできなかったってことはあるけど、まあ、自分のプレーがぐちゃぐちゃになるみたいなことは全くない。あのその10年間ぐちゃぐちゃになったのを知ってるので、それと比べたらもうあのまあこれで負けたなら仕方ないなみたいな、そんな感じになったのでいいかなっていうのと、あとですね、5年ぐらいこの打ち方を習得するのにかかったって思われてるかもしれないですけども、そんなにかかってない。あの元のこの感じからこういう感じになるまで、こういう感じっていうのは今とは違うんですよ。今とは違うんだけど、今っぽい感じになるのはどんぐらいかかったかな。2ヶ月が、あの形だけ言ったらもうその日にそれっぽい感じになったんですけども、そうね、形だけ言うと1日でやろうと思えばできるけど、慣れるのに2ヶ月ぐらいかかったかな。あな、まあ、慣れるのに、どのレベルで慣れるのにっていうのは何とも言えないですよね。例えばお客様とラリーするのは全然1発目、1日目からできるけど、コーチ同士の試合とか、その自分と同レベルの仲間と手にするときはちょっとまだ怖いなとか。で本番、打ち方変えて本番でできるようになったのはどんぐらいかな。ちょっといろいろ挟みましたけど、挟んだっていうのは、あの今やってるスタイルと元の打ち方の間みたいな打ち方をやってる時期もあったので、なんと思うんですけど、あの5年もかかってない、あのかかってないっていうのは、5年経って初めてこんだけ洗礼されたって感じですけど、荒削りな状態であればそんなにかかんないので、まあ安心していいかな。まあ、実際に僕はこうレッスン県外から来られる方を初めましてって見て、打ち方ああこういう感じなんだって見て、あの人によってはもう10分ぐらいで形自体は変えれる、形自体はあそんな感じですってなるけど、そこから慣れるまでの作業に時間をかけるって感じですけど、そうですね、そんな感じで考えていただければと思います。まあとにかくそうね、あの打ち方を変えるのにそんなに時間はかかりませんよっていうのと、元の打ち方がなんでダメかっていうと、ぐちゃぐちゃになったから。ぐちゃぐちゃになったっていうのは、なんでぐちゃぐちゃになったかっていうのを、まあ、説明するのはいろんな角度から説明はできるんですけど、ざっくりと我流でやってたので、自分が崩れた時に直す方法が自分しか分かんないというか、で自分も分からなくなったら終わり。あの例えば僕の昔の意識はですね、ラケット面こう斜め45度下向きぐらいで、下から45度上に振るようなこんな意識だったんですよ。で右の肘をこう体になるべく離さず回転かけるようにこう打つ感じだったんですけども、でそういう打ち方を
周りがしてないので、自分がじゃあ崩れた時に、じゃあプロの選手が例えばこういう打ち方してる選手がいたとして、もしくはこういう打ち方をしてたとしても、その人たちの感覚を聞いたところで自分には当てはまらないです。意識が全然違うんです。なので、うん、誰も僕を助けてくれる人はいなかったみたいな、そんな状態になったので、まあ、今の打ち方だったら、まあ、例えばね、他の人が崩れたとしても、それはこういう原因がありますよとか、お伝えすることできるしっていう感じかな。だから僕は本当昔の自分に今のその、まあ、知識を与えたかったなみたいな、そんな感じで考えております。なんかこう、そうですね、考えるきっかけになればと思います。まずダブルベンドの打ち方は1個だけ 1,2 個ぐらい上げたかもしれないですけども、基本教えてないです。はい、ストレートアームしようとしてちょっと肘曲がっちゃって方もいますけど、それは肩動いてるんでいいんですけども、ダブルベンドでこう肘を曲げ、脇を締めて打つような打ち方は教えてないので、そういうのはね、他の方結構上げてると思うんで、ぜひ見ていただければと思います。じゃあですね、50代運動苦手な女性にもできるだけで美しいテニスっていう動画のコメントで、単語パパさんから美しいっていうことで、一言コメントいただきました。ありがとうございます。ちょっと意識をね、イメージをぜひ植え付けていただけたと思います。では M ありさんから、綺麗なフォーム、無理せず力まず打たれてるのが、素晴らしいですということでコメントいただきました。ぜひ参考にしていただけたと思います。蚊がねめちゃ間合い飛んでるじゃあですね、ナイツさんご本人からコメントいただきました。本日も楽しいレッスンありがとうございました。まだ動きがロボットみたいになっていることも多いですが、体に優しいテニスの、技術をご指導いただいているので、疲れ知らずですし、運動全般は苦手ですがラリーが楽しくてたまりません。これからも、ご指導よろしくお願い申し上げますということでコメントいただきました。やっぱ何よりね、テニス楽しいな、ラリー続く楽しいなってなるのが一番いいですよね。なんかものすごい速いボール打てるけどミスばっかりみたいな、で怪我してますみたいになりたくないと思うので、なるべく散歩をするようにテニスをできるといいんじゃないかなと思います。これからもよろしくします。フェザーティーンさんから、東のルシゲさん西のナインツさんの、両エースということで、ルシゲさん最近動画上げてないですよね。フェザーテニスさんとのコラボ以来、上げてない気がしますが、ちょっとまた上げてほしいかなと思います。東のルシゲさん&フェザーさんって言われるように、頑張りましょう。青白さんから、美しいよってコメントいただきました。青白さんもねどんどん良くなってますよ、毎回言ってますけども、良くなってるのでぜひまだまだレベルアップしていただければと思います。じゃあまずはウォーミングアップの常識を変えるところからっていう動画のコメントで、アーノ・ティーコンさんのコメントにできます。お誕生日おめでとうございます。これからも素敵な人生の旅をってことでコメントいただきました。本当ね、人生は旅ですからね、これからも頑張っていきます。ありがとうございます。 XYZ さんからも、お誕生日おめでとうございますというコメントいただきました。ありがとうございます。いつもコメントをいただき嬉しいです。これからもよろしくお願いします。秋太郎さんから、お誕生日おめでとうございます。これからも、素晴らしいテニス情報の発信を楽しみにしていますのでコメントいただきました。ありがとうございます。あ、秋田さん、今日水曜日、僕からすると水曜日なので、あさって待っております。あなたの新しい必殺技、分厚いフォアハンドスライスという動画のコメントにできます。推しの空さんからコメントをいただきました。フォアハンドが全く入らなくなった時はよくこの打ち方をしています。打ち方がシンプルで安定してて好きです。少し横を向くだけでいいところと、一度凱旋してからは胸の動きだけで完結してるところがいいですねということで、コメントをいただきました。まあ本当はシンプルですね、まあ、シンプルにやるスライスっていう方が多いんですけども、そのシンプルを言語化するとこんな感じだよっていうのを参考にしていただきながら、ぜひ肩を、ね、使えるように、頑張っていただけたらと思います。じゃあ最後、テック M さんから、ヤヒロゴチ、お誕生日おめでとうございます。36歳もますます充実した幸せな日々でありますように。今日はご家族で楽しくお祝いですね。今日も
いい一日をってことでコメントいただきました。本当いい一日でした。あの家族にね、あの誕生日会を開いてもらって、あのみんなで楽しい時間を過ごしました。そうそう、動画とかいろいろ撮りましたけどね。はい、まあ、またちょっと36歳の抱負は特に決まってないんですけども、あのこの調子で行ってほしいなと思ってるのは、今年いっぱいで、1万4000人 YouTube 行ってほしいなと思ってるのと、まあ、X をね最近楽しんでるので、まあ、X も少しでも増えればいいかなと思いながら、頑張っていこうと思いますので、これからも皆様、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで今回の動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても、予定を組んで、福岡まで来て、レッスンをしてっていう、時間とお金がすごくかかるんですよね。なんで、そういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国には、たくさん、悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあそういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。